ローゼンタールは、ドイツ連邦共和国下セン州、バルデック・フランケンベルク軍南東部の市である。ローゼンタールは、フランケンベルクの南東、ブルクバルト内に位置する。ローゼンタールは、北は、ブルクバルト、東は、ゲミュンデン、南東は、ボーラタール、南はラウシェンベルク及びベッター、西は、ミュンヒハウゼンと境を接する。ローゼンタールは、1327年頃に、 マインツ大司教マティアスフォン・ブーヒエッグによって、ヘッセン砲白に対抗する、全焼基地として建設された。この集落は城塞によって守られ、やがて同盟のアムトの首優に発展した。ローゼンタールは1343年にはすでに、死として記述されている。ヘッセン対マインツの核執が1427年に終結した後、 マインツ司教のフェーデに伴いローゼンタールは1464年に最初は担保としてヘッセン砲白に委ねられた。しかし結局1583年にメルラワー条約に基づき完全にヘッセンマールブルク砲白に移譲された。このヘッセンの冒険が断絶した後ローゼンタールはヘッセンカッセル砲白の所領となり1866年に この紅白領とともにプロイセン領となった。この間、短命に終わったベストファーレン王国時代にはローゼンタールは関東ローゼンタールの行政機関の所在地であった。この町は1588年にヘッセンで最後の魔女裁判による家計が行われたという怪しげな評判を得ている。1970年代の初めに行われたヘッセン州の地域再編に伴い、 それまで独立した町村であったローダとビラースハウゼンがローデンタール市に合併した。ローゼンタール市長者、ローゼンタールの市議会は15議席からなる。ハンス・バスムートは2004年2月8日に79%の票を獲得して市長に選出された。2009年9月27日に86.2%の票を得て再選された。本の文はその成立が マインツ司教によることを早期させる。図柄、四輪の黄色いバラに囲まれたマインツの輪。これらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。